はい、こんにちは、大貝です。先日の動画で言った通りですね、パイプタバコそのものについてできる限り詳しく話していこうと思います。で、順番なんですが、順番っていうのは要は実用的な話か、それともそもそもの歴史の話かっていう方向なんですけども、ちょっと私は順を追って話さなくちゃいけないタイプの人間なので、いきなり実用的な話をしてもいいんですが、より深く知ってもらうために、順を追って話していきたいと思います。今日知ってるのはですね、マクマレンっていう大きな会社がありまして、そこの HH ピュアバージニアっていうタバコを吸っています。バージニア、わかりますね。アメリカのバージニア州ですね。が発祥というか、まあ、と関連してるんですけども。まあ、それもおいおい。そもそもパイプタバコとは何か。あ、タバコとは何か。っていうところから始めたいと思います。タバコ、喫煙、タバコ喫煙っていうとなんか別の薬物も喫煙してるような言い方になっちゃうと変なんですけども、喫煙という行為そのものの発祥は、多分ちょっと私も間違ってるところもあるかもしれないので、ちょっと、動画見てる方、詳しい方いましたら、適宜に、補足や、補正って言ったらいいんだな、間違いの指摘のコメント、パイプの、友達、仲間たちにちょっとお願いしたいんですけども、もともとは、ネイティブアメリカン、まあ、インディアンって言っちゃうと、エスキモの人たちとかも全部ひっくるめた言い方になっちゃうので、ネイティブアメリカンって言い方で言いますね。の人たちが、宗教的なものとしてやっていたものがパイプタバコです。で、ネイティブアメリカンの中で、パイプというのは、友好の証、パスポート的なものですね。要は相手とのコミュニケーションの道具であったり、宗教の道具だったりします。宗教の道具っていうのはどういうことかっていうと、グレートスピリットだったかな、英訳だと。ただね、英訳だとそうなんだけど、大いなる意志とかって日本語で訳されたりもするらしいんですが、まあ宗教用語を正確に訳すっていうのはできないことなので何とも言えないんですけども、タバコやパイプというのは神聖なものであって、そこから立ち上る煙は天のって言ったらいいのかな、あの精霊、そういったスピリットとの交信というように考えて、いたようです。言いましたっていいのかな。でネイティブアメリカにとっては4という数字が非常に重要で、四季とか、東西南北とかそういうことですね。ですので東西南北に祈りを捧げてパイプを出すっていうことを、ごめんなさいね、携帯が鳴った、をやっ
ていたようです。はい。で、主にシャーマンなどがですね、いわゆる、祈祷師、呪術師といっても変だな、呪いではないからな、そういうスピリチュアルな方向で使っていた。もしくは、部族同士会議をしたり約束事を決めたりするときに、パイプを使っていたというようなことです。ただ、私が今持っているこのパイプは、現代的なって言ってるのは、現代でメジャーとなっている素材でできているパイプなので、本来は石とかで作られていました。石とか、カドリナイトという、赤い石とかあったりですね。ちょっとごめんよ。マナーモードがサイレントになってなかったので、これで OK だな。で、今私が持ってるパイプとかとは全く形状が違います。イメージ的にはアメリカンスピリットのっていうパイ、普通のシガレットに書かれてる、カルメットパイプとかって呼ばれたりするんですけれども、そういったもののイメージです。といってもその地方によって、ネイティブアメリカンと一括りに言っても様々な部族があったので、パイプやそのタバコの吸い方、地面に穴掘って、確か穴から穴の方で燃やして吸うような吸い方もあったのかな、とにかく様々ありました。で、タバコやパイプっていうのは友好の証でもあったわけですね。で、初めて、ヨーロッパ人が、北アメリカ大陸の方にですね、来たのは、皆さん歴史してる人は分かる通りコロンブスですね。コロンブスが、インドを目指して、地球が丸いんだったら東から来るインドじゃなくて西の方に行ってもインドがあるはずだということで、西に航海してたらぶち当たったのが北アメリカ大陸だったということですね。ちなみにちょっとこれは余談ですが、本来インドや向こうの方から香辛料などを運んでいたんですけれども、貿易でね、途中にある国がですね、そこを通行止めにしちゃったもんだから、じゃあ海から行く方法ないかっていうことで始まったんですね、そういったことがね。でそれで、コロンブスが西の方に行ってインディアンたち、ネイティブアメリカンたちに出会って、初めてその時に西洋人がタバコを渡されたそうです。ただコロンブスはもちろんタバコなんでいい匂いするんですけども、よく分からずに捨てちゃったらしいんですけどね。で、当然その大航海時代、航海が始まって、ヨーロッパと北アメリカのやり取りが始まるわけですね。で、皆さんご存知の通り、イギリスが13植民地を作りますね、北アメリカ大陸の方にね。なんで一番最初は、船乗りの間にパイプタバコが広まります。で、最初の方のタバコのパイプというのは主にクレイパイプ、ネイティブアメリカンの人たちも使ってたようなんですが、クレイ、すなわち土、陶器ですね、焼き物のパイプを使っていたようです。シャーロック・ホームズも、持っている描写がありますね、クレイパイプを。で、そういったものが最初は始まって広まっていきます。で、ご存知の通りっていう言い方変だな、イギリス、大英帝国っていうと、もちろんカナダとかアメリカとか、アメリカは独立しちゃったわけなんだけども、中産植民地を持っていたわけなので、そっちの方で貿易を、北の方でね、航海で貿易をしていたわけですね。で、それに対して中南米の方っていうのは、スペインやポルトガルの植民地だったわけですね。フランスとか。
で、オランダもちょびっとあったかな、確か。うん。あったような気がする。で、キューバは、スペインだったような、そうだな。キューバはスペインの植民地。で、まあ、中南米とかはスペインの植民地。で、なんで中南米がスペインの植民地なのかっていうと、そこにたどり着いたからだよね。まあ、簡単に言えば植民地競争。植民地競争プラス宗教競争。カトリックからプロテスタントが生まれて、イギリス、スウェーデン、デンマーク、ドイツなどは、宗教改革を受け入れて、プロテスタントの国ですね、今でも。まあ、プロテスタントの国は、経済発展を先にしたことでも、まあ、有名なんですけど、まあ、これはマックス・ウェーバーの話なので、ちょっと置いておきましょう。ですね。で、それに対して、カトリックの国々が新たな宗教、布教の場を求めてっていう意味合いもあります。ちなみに、その一つの例が、日本だと、フランシスコ・ザビエルなわけですね。まあ、それはとりあえず置いておいて。で、中南米の方は、葉巻をどうやら主に吸っていたところが多かったようです。そこの原住民の方々はね。で、葉巻といっても、今だとまあこんなもんって言ったらいいのかな、大きさ的に。葉巻なんですけども。すごいね、ぶっとい、こんな、葉巻って言っていいのかな。あれ、多分香辛料みたいな葉っぱも入ってたのかもしれないけど、こんなぶっといやつに、片方に火で炙りながら、真ん中にストローみたいなのが、木の棒みたいなのをぶっ刺して、で、ブワーって吸ってるような壁画とかも残っています、実際。南米の方ね。まあ、ちなみに、さっき言った通り、中南米の方が、スペインの領地だったので、イスパニア、まあ、スペインの過去の名前ですね。だから、イスパニア系ということで、ヒスパニックっていう言葉が今あるわけなんですけども、ちなみにブラジルだけポルトガル語なのは、たまたまポルトガルの、船がブラジルあたりにたどり着いて植民地化したので、ブラジルだけあの辺はポルトガル語なんですね。まあちょっとそれは置いておきましょう。でです。で、なんで、スペイン、ポルトガル、いわゆるヨーロッパの大陸国ですね。大陸側の国は、葉巻関係が増えてくるわけですね。それに対して、さっき言った通り、カナダ、アメリカ、十三植民地あたりと貿易してたイギリスは、パイプ関係が入ってくるので、ヨーロッパでパイプタバコの本場っていうと、イギリスっていうのはそういう意味ですね。で、それに対して、葉巻は高いものだったので、手間がかかるからね。葉巻と、あと、紙巻きタバコ。今、我々が吸ってるシガレットみたいなタバコですね。いわゆる、これはゴロワーズですが、こういう両切りのタバコですね。とかは、イギリスでは高級品だったわけです。なんでかっていうと、職人が手で巻いてるわけだからね。高級品だったんだよね。なので、その後、一般階級にも、パイプタバコが広まるんですが、パイプタバコは、どっちかというと庶民のタバコ。で、くわえると、両手が空くので、仕事しながらタバコ吸えるっていうメリットがある。で、安いっていうね。で、パイプタバコ、パイプじゃない、葉巻とか紙タバコ、要は、私も持ってるんですが、粉ね、タバコの粉、乾燥させた粉を、こう、手切りを鼻から吸うっていうような喫煙方法もあるんですが、こういうのとか、さっき見せたシガレット関係は、金持ちのタバコだったわけですね。あと、葉巻とかね。まあ、面白い話なんですけどね。で、最初はクレイパイプ、陶器のでできたもので、パイプを吸っていたわけなんですが、陶器のね、パイプタバコってね、ぶっちゃけ美味しくないというか、
かなり味を吸っちゃうらしいんですね、聞いた話だと。で、陶器なんで皆さん分かる通り、お皿を落としたら、地面に落としたら割れますよね。まあそれと同じで脆い。っていう難点があるわけです。味もこう油漬けしてすっげえ濃くしないとあんまり味が出ないっていうね。で、その後出てきた、まあ、当然その後何かいい素材がないかって出てきたのがメシャムっていうやつなんですね。メシャムで、メシャムもしくはメアシャム、ミアシャムとかって言うんですが、日本だと海宝石、海の泡の石と書きます。海宝石ね。で、主な産地はトルコです。トルコ。で、今は、今はトルコは、メシャムの、メシャムそのものの輸出をやっちゃいけないことになってる。確か。規制がかけてられてるはずですね。メシャムを加工したものだったら輸出していいって確かなってるはずです。ただ採掘もだんだん減ってきてるのかな？ちょっとメシャムパイプについてはだんだんちょっと減ってくるかもしれません。っていうのが出てきます。で、多分これが愛されたというかうまくいった理由は、クレーパイプよりは壊れにくい。ただこれね、引っかくと結構簡単に傷がつくんですけども、プラス、あ、多分味がいいからだね、と私は思ってます。で、普及します。その後、私がというか一般的にパイプって言ったら皆さん木のイメージあると思いますが、このパイプが、こういうタイプのパイプが出てきます。で、これは、ホワイトヒース、もしくは日本語だとエージュっていうらしいんですけども、栄えるに樹木の樹ね。という植物。アフリカだっけ？あとは、どうだっけかな？イタリア、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ギリシャ、クレタ島、クロアチア、ケニア、コンゴ、サウジアラビア、ジョージア、スペイン。まあ、あの辺ですね。ヨーロッパ、あと、北アフリカあたり。そうだね。とか、その辺ですね。割とあったかいところかな、そういう意味では。うん。そうね。まあ、かなり種類はあるそうです。の、これ、根っこなんですよ。根っこ。で、木なのに火つけて燃えないのっていうと、燃えます。燃えるんです。これ、タバコ吸う道具なんですけど、これ自体はね、燃えにくいだけであって、だから火をつけて吸った時に何でタバコが燃えるかって言ったら、シンプルな話で、燃えやすい方が燃えてるからです。当たり前だよね。当たり前の話なんですけども。ただ、ここでね、ただ、多分ね、一人一本、二本くらいは、パイプを持つような時代が来るわけですね。ただし、それは、基本的に庶民のタバコです。で、シガレットが普及したのは、第二次世界大戦を通じて、シガレットが普及します。ただ、第一次世界大戦とかでも、パイプ吸ってる兵士も見るし、第二次世界大戦とかでも、実際映像で見たことあるんですが、パイプ加えたナチスドイツの砲兵の兵士が、パイプ吸いながらタバコ飯してるの映像とかあったりするので、
まだそこそこ結構知ってる人はいたはずですね、多分。で、ちょっともうちょっと遡る、時代をちょっともう少し戻しますが、アメリカがまだ西部開拓時代の方に本格的にまだ行ってないような頃だったかと思います。まあ、正直、西部開拓って言葉がね、アメリカ主義的な言い方でちょっとなんか、うーんって思ったりするんだけどね、西部開拓っていうよりも、ネイティブアメリカン追い立て時代って言った方が俺いいんじゃないかと思うんだけど、まあいいや。その時に、一本二本皆さん、当時の人もパイプを持ってたわけ、タバコ吸うためにね。ただでも、パイプが当然壊れる場合もあるわけですよ。壊れにくいと言っても、壊れないわけでないので、ものなのでね。で、その時に、大体、当時の人たちは、皆さん分かる通り、東側が発展してるわけですよ。アメリカ大陸の方では、最初の方は。東側に人が入植し始めるわけなんで。で、そこに行って、そこの方が大都市があるわけですね。で、そこに行って、タバコを買ったり、パイプ買ったり、もしくは、買い物したり、自分たちが取ってきた作物とか、獲物とかね、そういったものを売ったりして生活をしていたわけなんですけども、パイプだけのためにわざわざ都会に行くっていうのは遠かったわけですね。時間もかかるし、遠いし、手間もかかる。で、そこでパイプに代わるもので何か、これに代わるもので何かパイプにできそうなものないかっていうことで、目の前にあったトウモロコシ見て、あれこれ使えんじゃねって思ってできたのがコーンパイプです。コーンの芯ですね。私も時々使います。これね、安いんだよね。そしてね、コーンパイプはね、メリットとしては安い。作りは簡素だけれども、ここなんか完全にプラスチックですから すごい安いんですが、コーンパイプというものを作り始めます。で、だんだん品種改良して、コーンパイプ用のコーンも作ったりして、最終的に今、ミズーリメアシャムっていう会社ね、がアメリカにコーンパイプを作る会社としてあります。ですので、コーンパイプの本場はアメリカです。そういう意味ではね。となっております。大体この今使われているタバコというかパイプの種類はこの3つかな。ですので、ブライヤーかコーンかメシャムか。大体この3つを使います。大体ね。で、もともとそのネイティブアメリカンの宗教的儀式だったものが、味とか香りとか、ニコチンもそうなのかな、を楽しむものに、変わっていったということですね。要は宗教行事だったものから宗教観が抜けて残ったわけだね。まあ多分こういう例は、まあ、世界各地にあって、もともと宗教や踊り、歌、まあ、音楽ね、とか彫刻、絵とかもそうなんだけども、芸術関係って、もしくは儀式もそうなんだけども、全部一緒なんだよね。総合芸術なんて言われたりするんだけど、違うんだよ。もともと全部一緒だったわけ。そっから宗教観を抜いて、例えば宗教観を抜くと、歌と踊りと、まあ、彫刻とか絵画とかなんか物作ったりとか、そういったものが残るわけだ。で、歌がなくなれば、歌と踊りがなくなれば、祈りのその言葉と、彫刻関係、アート関係が残るから、仏像とかって言ったら悪いかもしれないけども、何かこう、偶像崇拝的なものになってくるわけだし、逆に、音だけにすると音楽になるわけだ。で、音と踊りを残して他のものを捨て去れば、それはダンスになるわけだし、音とダンスと言葉、要は物語だね、とかにすればそれはミュージカルになるわけだ。
というように、もともと総合芸術って言い方がおかしくて、もともと全部いろんなことってひっくるめて全部同じわけですね。保育園のお遊戯とかを思い出してもらえば分かりやすいです。絵描いたり何か作ったりしながら、絵描き歌とかでもいいし、何でもそうなんですが、踊りながら歌を歌ったりだったとかね、全部一緒だったやつが抜け落ちたり、もしくは部分的に抽出したものがそれぞれの芸術の分野になってるわけですね。これはまた別の話なので、ちょっとすいません、置いておきますが、宗教観が抜けて、タバコそのものを味わう、楽しむっていうので、こういうのが最終的には残ったというような形です。で、現在の状況なんですけども、パイプ喫煙は昔はかなり、メジャーなもので、さっき言った通り、金持ちは葉巻、鍵タバコ、鼻から粉を吸うやつね、タバコの粉を吸うやつとか、シガレット、買い巻きタバコね、だったんだけども、金持ちじゃない人は、一般庶民はパイプが基本だった。が、なんでこんなにシガレットが今普及してるのかっていうと、確かアメリカだったかと思いますが、シガレットを自動で巻く機械を作っちゃったんだよね。だから、今手巻きタバコをなどが流行ってると言ったら変ですけども、やってる人とかも徐々に増えてますけれども、いわゆるそういう、自分で吸う分くらいだったらね、あれだったんだけども、人が吸う分もひっくるめて作ってたわけだから、その職人がいたわけなんだけども、その職人の仕事は埋まっちゃったんだよね、結局ね。でかつ機械なので大量生産できなかったわけだ。機械は疲れないからね、壊れるまで使えるわけだから、大量生産できなくなっちゃったわけで、さらに、それが、クリミア戦争あたりでパイプ文化と、葉巻文化がぶつかったという話もありますね。言ってみれば、イギリスのパイプと大陸側の葉巻がぶつかって、パイプなくした、壊れたけど、そういう方法ねえかなってなって、あいつら葉巻みたいの吸ってるぞ、葉巻吸ってるぞって、タバコの葉っぱは 俺ら持ってねえよな、じゃあなんか紙で巻いて吸えんじゃねえのっていうのがシガレットが始まったという話があります。ただその前からシガレットがあったっていう話もあるので、ちょっとその辺は時期的に曖昧なようです。ただ大量生産が可能になり、なおかつ、機械によってね、で最近は それに依存させるような方向で、タバコを作ってるので、シガレットがああいう状況になってるわけなんですけども、多分シガレットもだんだんなくなりそうな雰囲気ですね。大手メーカーのフィリップ・モリス社がシガレットはもう最終的にやめるっていうふうに公式発表してるぐらいなので。でパイプタバコの状況はどうかっていうと、かなり厳しいです今。禁煙の風潮が今強いですね。かつ私がこれまでレビューしてきた、紹介してきたタバコも多分ね、半分近くがもう日本で売ってない、もしくはその会社そのものがなくなってる、またはその会社自体が海外ですら作ってないっていうような状況になりつつあります、正直。なんで正直パイプタバコそのものの未来については明るいかって言われると結構クエスチョンマークだね。今葉巻の場合は逆に天井、青天井になりつつあるけれども、値段がね。でそういうことです。それがパイプタバコ、
そのものについての今日はお話。で、実際に、どうやってするのか、どんな種類があるのか、などなどについてはちょっと次回以降お話します。すいませんね。今回はどういうものかっていうものを、歴史も踏まえて、話してみたいと思います。興味のある方ですね、映像の世紀とかでもいいですし、過去の戦争フィルムとかでもいいです。まあ、過去のフィルムとか、絵画とかでもいいです。パイプタバコ吸ってる人、結構います。結構います。私が見て覚えがあるのは、いくつかあるんですけども、あ、こんだけ広まってたんだなっていうのはわかるんだけれども、例えばね、第一次世界大戦の時に、売春宿に並ぶ、ドイツ人の兵隊さんの中でも、結構パイプをくわえてタバコ吸ってる人とは結構いるんですよ。で、同じように、アメリカで、共産の20年代が終わって、1930年代くらいですね、世界恐慌が起こった時に、仕事がない、仕事がないってなった時に、ベンチで座ってね、仕事ねえやってうなだれながら、パイプ吹かしてる人とかも映像であったりしますので、まあ、かなり広まってたんだろうなという感じがありますね。なので、シガレットそのものがタバコとして広がったのは、ここ7、80年、ここ100年くらいの話だと思ってください。それより前は、パイプが庶民のタバコだった、というふうに考えてください。実際パイプもランニングコストだけ考えると、シガレットよりも安かったりします。ただまあ大概趣味になっちゃうからみんなお金使うんだけどね。はい。では今日はパイプタバコそのものについてのお話です。次はちょっと実用的な内容の方に入っていきたいと思いますが、どうすっかな。ちょっと考えながらやっていきたいと思います。ごめんなさいね。ちょっと順を追って話していきますので。では今日はこんなところで動画を終わりにしたいと思います。ではまた。